石川先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれぬな。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。 その怪我、かすり傷。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。 まずまずの敵だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。 わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。 兵の多くは弓取り。赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。 それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾博典、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。
れは何事だ戯れにあやめおってこれは稽古だ情けはないのか無意な殺しは士気を下げるのみ薬も過ぎれば毒だトモエは弟子入りを志す前は何をしておったのですかあやつの母は小麦の商人の娘父親は知らぬなぜ聞く殺しは一日でならぬものたとえ弓の才があろうと人殺しの血が流れておるということだ巴の仕業だ赤島の民は家畜だとでも思っておるのかあやつらは血に飢えておるのだろう刃を磨くは人殺し武士は心を磨かればなあなたは刃ではなく弓を磨いた弓の腕のみ殺すためではないどこに才があると弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ矢尻は小刀の代わりに肉を切れるつまり弓は刃にあらずとそして武士は人殺しにあらずトモエが抗えば殺さねばなりませんどうかお覚悟弟子の戸川死も追わねばなるまいわしが切ろうしかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう弟子に取った時あやつの闇を見抜けんかっただからこそ恐ろしいのですね、うん、煩わしいだけもうつくぞ中山砦を思い出せ敵陣を調べ短所を見極め策を練る上出来だ見るは二度いるは一度ここから歩こう声がする弓取りを着々と育てておるわ蒙古流の弓術折衷だ日本式との名ムクロを的に全くしつけがなっておらんあそこを奪えば居所が分かりましょう先陣を切れわしが弓で援護する武士らしくなったものよ兼ねたの木でも見事だったぞ巴がおらん確かですか調べましょう物資の目録弓と的ばかりだ豊玉の各所に送るようです修練場を増やす腹積もりか大綱と櫛に一つずつさらに増えるな
文だ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。やったなったな。
巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。先生。ようやく現れたか。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱る後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしにいたころが。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の寄り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切る。次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど。考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。
来い。暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。何故一人助けてやらねば。こっちにいます。動くな。ああダメです、来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は二日前に話をした。巴と。この女とだ。蒙古と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも雅子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。
私が酒井様で。つまり野営を見つけたのはランか。さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか。もうこと暴れ回っておるわ。ランという娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにしてランは野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主がランか。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。兆しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。
先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。ジンだね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中間はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。坂井、どうだった。
私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです。崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方が楔を打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。
Watch his belly. Chiharu! Ready! Chiharu! Der Mund bei Stadler. Chiharu. Chiharu, yasın be. Yuç basın koşu. Beni kime? Hey!
Parvo! Nateki! Haru!
神が浪人に襲われておる。誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。
そろそろだ。あっちに何かいるようだ。うわあ！お見事でございました。お主宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。あの崖際に浪人がおる。俺はここだ。なんとお強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと貴三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。いざ勝負。
맥철 허위를 호갔으나 お侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。